閉じ込めた国の中心へですか？まあ聞きなって。そこにある龍谷の砂時計で一気にシクールまで飛ぶ。砂時計にさえたどり着けば、あとは絆の力で転移、追ってもかからないってわけか。そういうこと。あと首都に行くまでにも関所はあるから、通行手形を買わないと。別の異世界でもまた行商か。この国は東洋風なんだな。そうだね。でも西洋風の国もあるよ。あの人たちは草の人と書いて草人。エルフ？あの人たちは精人、ジュエルとも呼ばれて。あれは幽霊じゃないよな。お、あれはグラスと同じタマビトだよ。スピリットは生命力と魔力、眷属期所持者なら魂力も一つのエネルギーで統一された種族なんだ。その分エネルギーが高いスピリットは強いよ。霊体に近いから普通の攻撃は点で効かないしね。回復魔法や道具でもダメなのか。ナオフミ様。強力な魔物を製造か。魔物が新兵器、絆さんたちにしか使えない能力を人工的に。ついさっきのことだしな。それより物騒な記事が多くないか。あ、それくらいなら俺のいらないドロップ品を売ればすぐだよ。同門のこと？言われてみりゃそうだね。これが100枚で1玉品。これならいけるかもしれない。それは混油水だ。 SP が回復する。 SP 混力かな。って、スピリットなら喉から手が出るほど欲しがると思う。明日から商売とレベリングで忙しくなるぞ。なあラフタリ。あ、違うんです。リシャ、どうぞ。小さい時のアジンさんは食べ盛りですもんね。